久保さん。人員入れども人材なしで最後のいいんじゃないですか。まあこれはね、もう本当にね、まあ今回、経営者の悩みにしましょうか。経営者の悩み。あの、人を雇用するっていうどれだけリスクがあるのかっていうね、まあ以前ね、僕ある本、まあどの本か忘れたんですけど、人材は不債だって言ってる社長がいて、 面白いなって。それなかなか書けないじゃないですか。それ本に書いてあって、この人面白いなと思ってね、読んでたんですけど、人材は負債だと。人材ほど負債はないみたいなね。言い切ってて、すげえな、みたいな。で、どういうことかっていうと、あの、雇用するっていうことは、あの、なんだ、切るっていうリス、切るっていうリスクが、リスクというか、これね、まあ実際に僕が体験したことなんですけど、まあアルバイトをね、切るのに半年かかったんですよ。 ま、ぶっちゃけ、その、まあ、久保さんの言葉にリンクする部分あるんですけど、まあ、最初はね、必要だから、まあ、会社に必要だからバイトをまあ雇うわけなんですけど、ね、細い、細い作業ね、やれる人に、あのう、人手がいないから。だけど、ある程度か、あの、もうそれが必要なくなったらね、必要なくなるわけですよ。で、まあ、もう5年ぐらい働いてたアルバイトの方がいて、まあ、 あのー、まあ、会社がし、ね、しんどい時とかも、あのー、頑張ってや、や、やります。残ってやります。みたいなね、言ってくれて、結構その意欲ある、仕事をしてくれてたんですよ。だけど、でもぶっちゃけそれが、そのうちどん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 会社が成長する中で、必要なくなったんですよねで。ここで問題が起こったのが何かっていうと、情なんですよね。そう、情。これがリス、情のリスクですね。情のリスク。 うんだからまあ、ね、そのアルバイトの方、会議室に呼んで、すいませんっていうのを、ほんとしんどかったし、あれはね、まあ、いい経験だなとは思いますけど、まあでもその半年間ね、必要ないけど、まあ、固定給払ってるわけじゃないですか。ね、必要ないんですよ。だからただで金払ってるようなもんなんですよ。その人のために <laughs>。 まあ赤字ですよね完全に赤字を承認してもうボランティアで採用してるみたいな話で会社っていうのはやっぱりその存続していくために売り上げを上げていかないといけないで経費は削減していかないといけないこれが当たり前ですよねどんだけ売り上げ上がってたとしても経費無駄遣いしまくってたら利益出ないじゃないですか <laughs> だからその経費と売り上げのバランスっていうのはめちゃめちゃ大事なわけですよ だから人件費も経費だしだからねこれ雇用すると情人間なんでやっぱ情が出るんですよねだからこれはね僕はそのまあ、人が動かないっていう問題ももちろんすごくうー体験したんですけど逆にこの切っていくっていう問題の方が重かったですねだから両方経験できたしあとはやっぱ板挟みだったっていうのが僕はもう もうぐちゃぐちゃになりながらもやってた。なんかその、この鉄で、鉄と鉄でね、プレスされまくってね、<laughs> もうぐちゃぐちゃになりながらね、上の圧迫と下の圧迫の、下の責任、上の責任、両方あるサンドイッチでやってたんで、だ逆に今があるのはやっぱそこのベースですよね。そこを経験できたっていうのは、やっぱ僕の人生において非常に糧になってるかなと思います。うん。 板挟みっていうね。うん。まあこれが本当に僕が一人で旗上げて会社を作ってたらまたちょっと違うかったと思いますけどやっぱり僕は正社,員社員から入って、えー、部長部長になってその後社長になってっていうところで社長になったのもまあ流れ,で流れでっていう話だったんでうん。 だ会社決めるときも、まあ、会議室でどういう会社の決め方してたかっていうと、これでいいんじゃねみたいな。じゃそれでいいんじゃないですかみたいな。だから、本来であるならば、起業して自分の会社を建てるってなったら場合、めちゃめちゃ真剣に考えると思いますし、まあ、僕なんかも、あの、会社設立する3年前ぐらいから自分の会社考えてましたからね。うん、会社もし自分が作ったらどういう名前にしようっていう、すごくいろいろ考えてましたけど、会議室で、 昔、その、僕のグループ会社の子会社作るときは、た多分ものの5分くらいじゃないですか。<laughs> 会社名。<laughs> それでいいんじゃないですかみたいな。<laughs> そんな感じでしたからね。ら今も僕、会社作って、その会社名に関してはいろいろとあの考えて作った会社名ですから。うん。まあ、会社名は別に表にあんま出してないので、まあ、吉谷拓郎を売ってるんで、別に。 僕だけの問題なんですけど、会社名に関しては。まあ、トヨタとかね、日産とか、それを打ち出してないので、僕は。だけど、そ、それでもめっちゃ考えたし、あの、会社名占いとかもしてね、あのじ、画数ですよね、画数も調べて、いろいろ、候補出したりとかしてやってましたから。うん。だからまあ、これはもう、あのー、 一部の人にしか分からないいっていうことですねただ僕はその本を見たときにすごく強烈で共感を得て圧倒的な共感ですよね。まあ言えないんだけど、普通、普通の経、普通は言えないんだけど、言ってたからすげえパンチありましたね。今でも覚えてますね。人材は不採だと。<笑><笑>これなかなか書けないですよ。うん、その表舞台の本で。うん。でも本当に僕はそれを読んだときに、 もう電流が走りましたけどね。うん。まあ、一般的にはね、人材は宝だみたいなのが一般的な話じゃないですか。でも、それはうまくいっている会社だけかなと思いますね。うん、うまくいっている会社。うまくいかない会社はもう人材は負債ですから。うん、うまくいかなければ。なぜ負債なのかっていうと、うまくいかない。つまり売り上げが上がってないけど、固定給ずっと払い続けないといけないので、 不採じゃないですかどう考えてもまあそれが回ってるんだったらいいんだけど回らなかったらおしまいなんでねうんまあ僕はもう本当にいろんな体験していろんな経験させてもらったおかげで今があるかなと思ってますのであのー、まあめちゃくちゃ大変だったしいろんなことありましたけどうーんまあ期間もね10年以上やりましたから長かったけどうん まあ今があるのは過去があるからかなっていうのはもう確実に言えますね。人が体験していないことをすりつぶされるような思いでね、身を粉にしてや,やってきたっていう、やっぱそれが人,人生において今は宝物ですね。あれだけやったっていう自分の中でもう本当に精神と肉体と全て崩壊寸前っていうか崩壊してながらも、崩壊しながらも前に進まないといけないっていう、 まあ圧倒的な誰にも理解されないなんだろうなまあ僕の中では闇って言ってる表現もありますけどまあそれがあるから今があるなと思いますけどねうんはいということでまあ経営者の悩みですねこれは本当にある一部の経営者にしか伝わらない人材は負債であると <laughs> まあ宝っていう部分も分かるんですよ。会社を大きくする上では人がいないともちろんダメな部分あるんですけど逆に言うと人が会社を潰すっていう結局は会社の売り上げが上がらないってことは会社人が会社を潰してるわけですよ。それを社長が潰してるとかいう表現もありますけどいやいやと全責任じゃないですか。っていう全責任会社で働く全責任っていう気持ちで働いてる従業員がまずいないので。 会社のせいだ、社長のせいだ、部長のせいだ、上司のせいだと。うん、お前もそこに働いてるよっていう事実があるんですけどね <laughs>。難しいですねだ。だからもう、ここ、この問題はね、僕嫌なんで、もう、もう絶対嫌なんで、100%こ、この問題は、クリアするんじゃなくて、回避するっていうね。回避する <laughs>。問題を乗り越えるんじゃなくて、回避し続けるっていうね。一人でやるっていう、もう、腹くくって決めてるんで。 それは、従業員雇った時の最後の後しますっつったら言葉も汚いかもしれないですけど、それもめちゃくちゃしんどいので、精神的に。うん、やっぱ情が入りますから。うーん。そう、だから今のやっぱポジショニングが一番いいですね。お客さん、有料の商品を買ってくれる人を育てるっていうのが一番いいっす。マジでいい。だって、 お金払ってまで勉強して習いたいって来てる人にサポートするのはめちゃ楽勝ですよ、これ。本当に楽勝。それに比べるとね。まあもちろん大変な部分はあるけれども、それに比べると本当に楽勝。マジで。うん。全然ベースがやっぱ違うので。うん。そう。だからここをね、やっぱね、従業員に経営者マインドを植え付けるってことは、もう、 無理に近いんですよね。これは。本当に無理に近いです。だから1000人に1人いるかいないかですよ。もともとそういう考え方を持って会社に来る人が。例えば、前田裕二さんとかね。前田裕二さんの面接面白くて、DNA に引っ張られたときに、すいません。私は、 あ私を採用するかどうかは私が決めますと。でもなんで僕がそんなこと言うのかっていうと、僕はこの会社を3年で辞めるって決めてますと。3年で辞めるって決めてるから、圧倒的な他の,他の社員よりも3年でケツ決めてるんで、絶対結果出しますと。だから会社に誰よりも貢献します。で、誰よりも貢献して、で、えー、辞めてほしくない人材になって辞めますみたいな。だから採用を決めるのは僕ですみたいなね。<laughs> <laughs> なんかそんなね、面接をしたらしいんですけど、多分それを言える人って1000人に1人か1万人に1人だと思うんですよ。おそらく <laughs>。めちゃめちゃぶっ飛んでますよね。多分、あのー、いないですよ。<laughs> なかなかいないですよね。採用を決めるのは俺だみたいなね <laughs>。面接に行きながらね。ファンキーですね。う まあそれぐらいその自分が会社にどれだけ貢献する、どれだけ自分に価値があるのかっていうところを対等でね、こう、できる人っていうのは少ないと思いますね。全員経営者であり、全員会社の責任であり、うんっていう、なんだろうな、それは難しいですね。みんな会社のせいにするし、社長のせいにするし、部長のせいにするし、上司のせいにするし、 うん難しいですね。うん非常に難しい,、はい。ということで、いってらっしゃい。